宣教師としてチリで連動していた時き、毎週熱心に教会に出席する母親と5人の子供たちに会いました。やがて彼らがまだバプテスマを受けていないことを知って、すぐにレッスンを受け、福音を学ぶよう勧めました。父親は福音に興味がありませんでしたが、家族がレッスンを受けることは許可してくれました。 ラミネ姉妹は主の教えを熱心に学び受け入れましたあるレッスンで幼い子供は罪がないのでバプテスマを受ける必要がないと伝え物内書8章から聖句を読んでもらいましたあなた方は責任を負うことができ罪を犯す可能性のある者に悔い改めとバプテスマについて教え親たちに悔い改めてバプテスマを受け幼い子供たちのように減り下らなければならないことを教えなさい そうすれば幼い子どもたちと共に救われるであろう幼い子どもたちは悔い改めもバプテスマも必要ない悔い改めはバプテスマは悔い改めに導き罪の許しを得るためのものである幼い子どもたちはキリストによって生きているそうでなければ神は不公平で気まぐれで人を偏り見るお方であるなんと多くの幼い子どもたちがこれまでバプテスマを受けることなく死んだことであろう この聖句を読むとラミレス姉妹は泣き始めましたラミレス姉妹どうされましたかと尋ねると彼女はこう答えました6年前男の子が生まれたのですが洗礼を受けさせる前に亡くなってしまいました洗礼を受けていないのでその子は永遠にさまようことになると司祭から言われました6年間 私は大きな苦痛と罪悪感に苦しんできましたでも今精霊の力によってこの聖句が真実だと分かって大きな重荷が取り去られたように感じています喜びで涙が溢れてくるのです預言者ジョセスミスの次のような慰めを与える教えを思い出しました主は多くの人を 幼い子供たちさえも取り去られますが、妬みや悲しみや悪事から逃れさせるためなのです。彼らは地上に住むにはあまりに純粋で愛らしいのです。ですから、悲しむよりも喜ぶべきです。私たちはすぐに彼らと再会することになるからです。6年間の耐えられないほどの悲しみと苦痛の後で、愛にあふれた真の。 天の父の真の教義はこの女性に素晴らしい平安をもたらしたのですラミレーズ姉妹と子供たちはバプテスマを受けましたイエス・キリストの回復された福音の分かりやすくて尊い心理に対する感謝の気持ちを家族への手紙に書きました将来この素晴らしい真理の原則が私自身に大切なギリアでの入魂になるとは想像すらしませんでした 子供を失ったためにどうしてこんなことがと自問したり天の御父に対して疑問を持つようになった方々にお話しします聖霊の力によって希望と平安そして理解をもたらすことができるように主の御手に使われるものとなり愛ある天の御父への信仰を取り戻す助けとなれるように祈っています御父はすべてをご存知です 御父の助けなしには何もできないことを理解できるように試練を経験させてくださるのです1990年2月4日我が家の6番目の子供として三男が生まれタイソンと名付けましたかわいい男の子で家族は心から喜びタイソンをとても誇りに思っていました タイソンが8か月になったとき毯の上に落ちていたチョークを飲み込んでしまいチョークが喉に使えて息ができなくなってしまいました赤ちゃんが息をしていないと兄が叫びながらタイソンを抱いて連れてきましたすぐに心肺蘇生法を始め救急車を呼びました救急隊員が到着し タイソンを病院に運びました待合室で奇跡を求めて神に祈り続けましたやがて医師がやってきて言いました申し訳ありません手は尽くしたのですがどうぞ赤ちゃんとゆっくりお別れをしてください病室に入ると生き絶えた可愛いタイソンが横たわっていました 彼の小さい体は神々しい光に包まれているかのようで、本当に輝いていて清らかでした。その時、生きる意味や目的がなくなってしまったように感じました。タイソンはもう帰ってこないと、上の子供たちにどう説明できるのでしょうか。この後の経験を私自身の思いでお話し,します。妻と私はこの試練を共に経験しましたが、母親の気持ちをお話しすることは到底私にはできません。 あの時の混沌とした感情を説明することは不可能です。これは悪い夢だ。目が覚めればこの悪夢から解放されるのだと期待しました。眠れない夜が続きました。子供たちが無事かどうか確かめるため、夜中に歩き回ったものです。罪悪感に苦しみ、自分を責めました。父親として体操を守るために何かできたはずだ。こうしていたら あししていいたたらと思いました22年過ぎた今でもそう思ってしまうことがあります破壊的な思いなのですぐに取り除かな,かな,除かなければなりませんタイソンが亡くなって1か月後ディーン・エル・ラーセン長老が私の話に耳を傾けてくださいました赤ちゃんが亡くなったことで自分を罰することを主は望んでおられないと思いますよ長老はそう言ってくださいました 天の恩父の愛を感じましたそれでも苦しい思いは続きやがて怒りを感じるようになりましたこれは不公平だなぜ神様は私にこんなことをなさるんだ私が何をしたというんだ慰めようとする友人から「君の気持ちわかるよ」と言われても「わかるもんかほっといてくれ」と思っていたのです 自分を憐れむこの自己憐憫の気持ちは自分を弱くすることに気づき友達に対してはよくない思いを持ったことを恥ずかしく思いました罪悪感怒り自己憐憫で押しつぶされそうになった時私の心を変えてくださいと祈りました神聖で個人的な経験を通して主は新しい心を 与えてくださいました寂しさと苦しさは消えませんでしたが見方や感じ方が変わりました忠実であれば大きな祝福が待っていることが分かりました私の人生は変わり始めました絶望するのではなく希望を持って前進できるようになりましたこの世の生活が終わりではなく 霊界は実在し死後の世界に関する預言者たちの教えは真実だと分かりましたこの世は天父のもとに帰る旅の途中のほんのひとときに過ぎないのですタイソンは今でも家族の大切な一員でタイソンがずっとそばにいることをはっきりと感じさせてくださった愛にあふれた天の恩父の優しさを感じてきました現世と来世を隔てる幕は薄いことを明かします 愛する人々が次の世へ行ってしまっても、家族の一致や絆や愛は終わりません。それどころか、前よりも一層強められるのです。立ち直るのにどれだけかかりましたかと尋ねられることがあります。本当のことを言うと、亡くなった愛する人々と再会するまで、完全に立ち直ることはまずできないと思います。第一の復活の朝に再会するまで、満ち満ちる喜びを感じることはないからです。人は霊であり、 素は永遠であり分離しないように結合した霊と元素は満ち満ちる喜びを受けるこれらが分離するとき人は満ち満ちる喜びを受けることはできない復活の朝までは主が教えられたように勇気を出して生き続けることができます天の御父を頼り御子イエス・キリストそして精霊を通して得られる慰めを求めるならつらくて耐えられないような苦しみも喜びに変わることを学びました なんと栄やある祝福でしょうか子供を亡くしても大きな悲しみを感じないとしたらそれこそ悲劇ではありませんか私たちは深く永遠に愛せるようにしてくださった天の御父に心から感謝しています天の家族にあがないの計画を明らかにしてくださった御父に感謝しています愛する人の葬儀に参列し墓地から去るとき振り返って寂しいひつを見たときに 心が砕けるのではないかと思ったその思いを忘れないでください。救い主イエス・キリストのおかげで、そのような悲しみや孤独感、絶望感は、やがて満ち満ちる喜びに飲み込まれる日が来ると明かします。次のように主は約束してくださいました。私はあなた方を捨て捨て,て、孤児とはしない。世はもはや私を見,ることが見なくなるが、あなた方は私を見る。 私が生きるのであなた方も生きるからである私の福音のベスト7歳にあるようにキリストの贖いに頼るとき試練や病気苦痛に耐えられるよう主が助けてくださいますすべての不公平は主の贖いによって立たされあふれるばかりの喜び平安慰めを受けることを明かします大地の復活の朝愛する人々は墓から出て 共に満ちる満ちる喜びを得ると明かします主が生きておられるので彼らも私たちも生きるのですイエス・キリストの皆によりアーメン